アメリカの株式市場昨日はですね3指数ともに小幅ではありますが下落となりました、まあ、ニューヨークダウで0.59%安ナスダックで0.52%安 S&P500 州で0.58%安ということになりましたそしてですね2年債の金利が3.84ぐらい今ですねで10年債の金利が3.6をちょっと割れると。 とっ,ったところ、まあ、金利が下がっているわけですね金利が下が下っている中でえドル安になったのは分かるんですけれども一方で株も下がったと、まあ、一般的にはですね金利が下がるとナスダック指数が上がるというのがまあ通常のパターンですけれども昨日はそうはならなかったと一番の理由はですね昨日この発表になったですねアメリカのですね 雇用調査ですね米雇用動態調査 JOLTS という、まあ、求人件数が市場予想の、まあ、1 4 5 0万人という予想から大幅に減ってですね993万件ということになりました、まあ、その前の日の ISM の製造業景気指数も2020年の5月以来の水準に低下しているっていうこともあり どちらかというと2日続けてですね、景気減速を懸念させる材料をもう素直に金利市場は織り込んで金利が下がる債券市場は。そして株式市場は、金利が下がるからハイテク株を買うという発想よりも、金利が下がることによって景気が悪くなるということの業績不安を移して株が下がったと。まあこういうことになります。 まあもちろん大げさに言うほどの下げではなかったんですがちょっと株式市場のですね見て見方というのが少し景気の悪化を懸念する動きに対して敏感になりつつあるなという気がしているのは私だけではないと思います特に為替でですね大きな動きが出てきていますドル円は円は台 ですけれどもですねユーロドルが1.0958これ皆さん昨年一番ドルがユーロに対して高かった時は1ユーロ0.95台まであったことを考えるとですね大幅に15%近いですねユーロ高ドル安になっているってことを皆さん見て取れると思いますこの一週間ぐらいの為替の動きというのはドルが全面的に下がったっていうところから起きていると 円がどっぽど高しているというのとはだいぶイメージが違うなとここをちょっと抑えておきたいところでありますシリコンバレーバンクの破綻これがどれくらい影響を及ぼすのかということがまあ常に議論されているわけですけれども一義的にはですね金融不安が金融危機に大きくまあ動くという状況ではなくなってきつつあるのはその通りなんですがまあ一方でですね 要人の発言なんかにですねまあもちろん FRB 関連の人たちで金利を上げなきゃいけないと言ってるような人たちというのはどちらかというとインフレ懸念はそう簡単に収まらないということで金利はもう据え置くよ高いままだよあと1回か2回利上げがあるよと。 まあ割とこういう言い方をするわけなんですがご存知のように今年になって金利というのはですねもう2月1日の FOMC が終わった頃の金利に比べるとその後は金利が急上昇しそして今度はシリコンバレーバンクの破綻があったらまたそこから急低下しということでですねで今そこで低下した段階で昇降状態ということですから。 金利見通しそのものもも大きく変わっていまえねシリコンバレーバンク破綻の直前までは3月の FOMC の金利はあの上昇の幅は0.5上げるんだというのがほぼほぼコンセンセサスになっていましたねしかしながら3月31日段階では5月の利上げもないという予測の方が50%超えていました。 まあしかしながらここに来てですね景気の強い指標と弱い指標とまあ相交じって発表になる中で今現在は金利据え置きか0.25の利上げかが五分五分からまあ多少出入りしているというのもそういう状況が毎日続いていると。で市場そのものはですねもう年末の金利をですねもう4%割れぐらいまで見てるんですけれど。 FRB は公式には5.125のまま変えていませんし FRB の関係の方の中にはもっと高くしなきゃいけないということを言っている人たちもいていわゆるコンセンセサスといううもものはななななくっっっててていいいいいると言ってもいいような状況になっていますいずれにしましてもマーケットを予測するというのは非常に難しいということだけははっきりしている、まあ、これはいつの時代もその通りということなんです。 まあ、昨日も申しましたが原油が下がったことで石油関連企業の株価がなかなか今年になってはだいぶ冴えない動きが続いていたと思ったらオペックプラスの大幅な減産の継続やあっという間にです、ね、エネルギー関連株が上昇した,したようにですね改めてですね世界の経済環境というのはですねいろんなリスクがまあ含まれているしあと株式投資を考えるにおいても まあ決め打ちではなくてやっぱり分散して中身のいい銘柄の安い時にじっくり攻めて買っておかなきゃいけないっていうことをですねまあそんな中でですね東京証券取引所が再編になって昨日で丸1年になりましたでその間にですね PBR の1倍割れ企業はほとんど減らなかったっていうかむしろ増えたぐらいになっちゃったってことですねそれから 画期的な新しいですね、指数を作ることを表明いたしております。まあ、時価総額上位から500のうちで、資本収益性 ROE の高い企業ですね、75社選ぶ。そして PBR1 倍超えてる企業で、時価総額の上位の75社を選んで、まあ、ダブってる企業もあるから、プラス75、75を足し算して150にはならないと思いますけれども、 まあ100から150ぐらいの銘柄を選んで新しい検討中新指数を作りたいと東証の新しく出す指数に入るためにはですね PBR 一倍割の企業なんかは必死になってこれから取り組んでいくでしょうしということになればやっぱり日本株式というのがこれから大きく上昇していく可能性っていうのは高いのではないかと思います。 まあ今日は2万8,000割れをやったりしていて押し目になっているんですけれどもまあそういったこれから狙えるような企業の安い日にですね投資を考えていくということが今後も重要になってくるだろうというふうに思われます。